レック専任講師宮口です。宮口クラスの、一発合格者ということで、じゃあ大久保さんという一発合格者の方に一言お願いします。大久保と申します。宮口先生のクラスで、1年間頑張りました。宮口先生の授業はとても楽しかったので、勉強はすごいとても楽しくできたので、本当にありがとうございました。おめでとうございました。私のクラスで通信ね、一発で合格された方です。私の授業の中で良かったなというポーズを答えてください。でも先生の、私は夏の関係の、なるほど、良かった。ありがとうございました。おめでとうございます。合格して何かこう一言お願いしたいんですよ、コメント。この1年間、宮口先生のウェブ専用の理想と現実と、あと山頃、孤独に受けてました。でも宮口先生のテンションに元気づけられて、宮口先生の本当に山頃に救われた、やっぱり山当てと心合わせ大事だなと。先生教えていただいた型が大事だと。本当にやはりあれで論文の、そうです。どうですか、合格の感慨深いものがありますか、やはり。4年ぐらいかかったと。エルゼミスペシャルとかに出ていただきました、秋の入門とかね、私。おめでとうございます。短期合格っていうところで、非常にその部分に関しては魅力を感じまして、私は当時決めてレクを選んでます。私は予備校を選ぶ際に野富先生が書いた合格体験記を読みまして、野富先生は素晴らしいなと思って他のことを考えずにレクを選びました。はい、レクを選んだ理由ですけども、実績です。その予備校を選ぶ際に他の予備校とかも調べたんですけども、レクが一番合格者が多いことから良い仲間、良いライバルに恵まれると思いまして、レクを選びました。レクを選んだ理由は、他の方も同じくなんですけれども、実績面、それから会社の、先輩方の勧めもあって、野富先生のガイダンス授業を見て、この方のところで授業を受けたいなと思いまして、レクを選びました。私は次に私のクラスで、できればちょっと具体的な何かものとかを、例えばスケジュールとかプロシートとか、なんかそのこれ良かったなって思うものがあったら教えてください。私は一番良かったなと思うのはスケジュール表ですね。どういうふうに勉強するかっていうところを自分で考えると非常に負担が大きいですから、それこそ本当に細かく日割りに何をしなければいけないっていう具体的な指示をいただけるので、その勉強する上で少ない負担ですることができた、勉強することができたっていうのが非常に魅力的な部分だというふうに思っています。はい、野富先生のクラスは N プロシートであるとか、スケジュール表であるとか、野富レジュメなど素晴らしい教材があるんですけど、一番良かったと思ったのが先生の語呂合わせです。条約などでは1つの条文について7つの項目を全部暗記しなきゃいけないんですけど、それが簡単に頭に入る、その数々の合わせがあったので、それがとても良かったと思います。野富先生の授業では、N プロシートや、スケジュール管理などをいろいろ行ってくださるんですけども、私が一番野富先生の授業でいいなと思ったのは声の聞き取りやすさになります。先生の声で自然と頭の中に知識が入っていましたので、勉強も苦にならずに勉強を進めていくことができたと思います。先生の授業で良かったものは、N プロシートです。どの条文について、どんなところに気をつけて読むべきなのかということが明確に分かったので、その N プロシートと条文を持ち歩いて、それを見ながら、勉強していくという形で、習慣づけられたのも良かったかなと思います。最後にこれから弁理士になられて、どんな弁理士になりたいか教えてください。この資格を取るにあたって先生方のサポートはもちろん、私の場合家族の本当に献身的な支えがあって、ここまで来れたと思ってます。なので努力してきたことを他の人に還元できるように、誰かのために力になれるような、そんな弁理士になりたいと思っています。
私は東京事務所に勤めているのですが、弁士となっていたからには自分の名前で仕事顧客を取って仕事をして、その事務所に還元したいと思います。私が、弁理士になった、理由というのは、会社で研究を続けているんですけれども、特許出願等の際に、明細書の記載の仕方とかのことが何一つ分かっていない状態で苦しい。ですなので、弁理士を目指して、このような問題を解決して、スムーズに特許出願と知的財産的なところを進めていきたいかなというふうに考えております。また、この弁理士の力を、うまく生かして、その後輩の育成と、していきたいなというふうに考えております。私自身、弁理士試験で、得てきた上空の知識というのが、実際に今、仕事にも役立っているということを強く実感しています。今後、弁理士という資格を取得したことで、時代のプロフェッショナルであることが、求められるということを、忘れずに、これからも、研鑽し続けていきたいなと思います。ありがとうございました。はい、今日はおめでとうございます。ありがとうございます。はい、佐藤先生の使ってた講座とか、なんか書籍とか、今思い出せるものがあればおっしゃっていただきますけど。はい、2020年度向けの担当コンプリート講座。そうですね、コロナ前までは通学して、はいはい、やっぱり最初だったんで、周りの受験生のレベル感だったりとか、あとやっぱり生で質問するのが重要かなと思ったんで、たださすがにコロナになってからは、その時は教えてチューターとか、はい、利用させていただいて、で先生が丁寧にご回答いただけたので、はい、よかった。入門エッセンシャルっていう講座使われました？あ、そうですね、はい、先生の講義は聞いて覚えるようなところも、理解するようなところもあるので、基本的にはさらっと動画を見て、あとはずっと聞いてたっていう感じ、はい、論文用の勉強っていうのはどのような形で、はい、書き方は学ぶべきかなと思って、だから基本的に延々と連を繰り返してたっていう感じですね。あとはレックさんから過去問が出てるので、相性の良さそうな先生の書き方を真似て、で、当連すると大体採点が返ってくるので、大体なんか手応えよく書けたと思っても、書き方によって点数高かったり低かったりするので、その中で一番点数が取れそうな書き方を真似たっていう。確かに最短で無駄がないですね。本当におめでとうございました。ありがとうございます。はい、佐藤先生が言ったこととかで印象的なセリフとか。勉強で肝に置いていたのは、問題過去問を撤回を徹底的に解析しろという。私ノートとか自分 の机の周りにも撤回って書いてあって、でそれは先生がおっしゃったのは、その過去問というのは特許庁からの試験を通じてのメッセージなんだと、で弁理士さんに求めていることがそれに全て凝縮されているんだとおっしゃったことを、ずっとその随分前からその言葉だけを信じて勉強してきました。担当論文的に解くっていう言葉も、それも座右の銘にして全部担当、平成14年から全ての問題について論文的に解きました。そしたら一次試験を受かりまして、素晴らしいですか。ちゃんと受かりました。じゃあ本当におめでとうございます。はい、はい、今日はおめでとうございます。入門エッセンシャル講座っていう講座が入っていたんですけど、それってご利用になりました？細かいところを詰めていたんですけど、やっぱり細かいところだけではなかった大きな漠然とした問題が出た時に対応できないので、やっぱり最後は大きな範囲で見ることによって、最後の知識がしっかり身についたという自分の自信にもつながりますし、そういうふうに利用しています。よく先生が音声ダウンロードをうまく使っているとかっていう話もあるんですけど、はい、音声ダウンロードって使いました？学校に行くときに聞きながら行って、はい、っていうのをもう毎日学校に通ってたので、そうすると、はい、勝手にこう耳に入ってくる。なるほど、はい、本当にどうもありがとうございました。おめでとうございました。ありがとうございました。はい、このコロナの中、皆さんね、合格しておめでとうございます。どうしてレックの講義を取ろうと思ったのか。近くの学校に通おうと思った時に、新宿で講義をやってるのがレック で、しかも自分が都合がいい土曜日に、秋から開講するのが、馬場先生のクラスということで、長場偶然で、この講義を取ることになりました。レックに来る前の予備校でちょっとやってたんですけど、もう少し深く勉強できればなと思って、レックを選んで、その中で馬場先生とお会いできたというところです。大予備校は1コマ 2.5 時間なんですけど、レックは1コマ3時間。
ということで非常にコスパがいいというふうに思ったのとですね、最後ですね、伸び悩みがあったのでこれを打破するには馬場先生しかいないというところで選んでおります。以上です。いや、なんか講座とかを受けて良かったというのですかね、そういうところは何でしょうかと。先生と一対一で直接会話する機会というのが、毎週登録できましたというのが、生講義を取っていて良かった点だと思います。あとは先生の場合はお一人一人にどうやってこう説明すれば理解をしてもらえるのかというのを一生懸命考えていくことがあって、そういうところが今回の結果につながったかなと思います。担当も帰れませんの宿題を出して、これもですね、はい、いただけて、これが非常に今回、やっぱり役に立ちましたというところです。論文のですね、点数がみんなが答えてないところは点数をつけないということで、高得点意外と取れてですね、それで気分よく勉強ができたというところが、個人的には非常に良かったかなと思っております。もちろんそれだけではないんですけども。最後に後輩受験生に一言激励のメッセージをいただければと思います。先生は、集団で授業をやっていますが、1対1、生徒一人一人に対して、どうすれば、合格を導けるかというのを一生懸命考えてくれていると思いますので、ぜひ先生を信じて、日々の勉強をしていただければと思います。全て、いただいてますので、ツールはこれをもう繰り返しやれば多分合格は間違いないと思っております。皆さん頑張ってください。不要な勉強をせずにですね、最短距離のがあるための知識を得られるゼミだと思いますので、馬場先生に教えられたことだけを勉強すればですね、きっと最短で合格できるというふうに思っております。来年度の合格期待しております。頑張ってください。おめでとうございました。はい、以上です。現場から。